皆さんこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。記者団のメンバーも変わられたようですけれども、まあ、相変わらず前橋市の市長会見よろしくお願いいたします。昨日一昨日と来年予定されております JR 東日本を中心にする、まあ、ディスプレッションキャンペーンの、まあ、群馬がいよいよあのプレーが始まりました。グリーンドームで2000人近いあの旅行事業者の方々がお集まりをいただいて、さまざまな群馬県内の観光の魅力を発信をさせていただいたところでございますけれども、私も一参加者として、県が用意していただいたさまざまなプレゼンテーションを見て、これからいよいよあのオリンピックに向かってインバウンドを含めあの観光立県群馬がスタートされるんだなという考えを持ったところでございます。さて本日はその一つの前橋としての取り組みでもあります和の古都遊びが25、26日の2日間で開催をいたすこととなりました。普段は上毛電鉄の沿線で行っておりましたけど、今回は臨港閣を使っての和の古都遊び、皆さんと一緒に楽しんでまいりたいと思っております。担当しておりますのは前橋コンベンション協会でございますので、今日は藤田君が来ておりますので、藤田の方から、この取り組みについてご説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では私の方から、和の古都遊びについて皆様の方にご説明させていただきます。今月になりますけれども、5月25日26日土曜日日曜日になりますが、和の古都遊び×群馬かわいいプロジェクトということで開催させていただきます。この和の古都遊びはですね、2011年から JR の両毛線沿線で、これからは広域で連携しての観光発信が必要だということで、両毛線沿線の方向連絡協議会という協議会を立ち上げまして、そちらの中で沿線でそれぞれ着付け体験をしようということで、それに伴い生まれたイベントとなっております。絹や着物に関わりの深い両毛線沿線で地域の文化の継承や、また着物をはじめとする和文化に親しんでいただく機会の創出ということで、同時に地域の PR につながればということで始めさせていただいたものとなっております。そして、その中で和の古都遊びという名前としては、和の古都遊び前橋レトロトリップとして2015年から開催しておりまして、今年で5回目となります。で、臨港閣での開催は初回の2015年で、その後の4年間は、中心市街地のレトロな魅力を発信しようということで、弁天和瀬や前橋文学館と連携して開催しておりました。で、臨港閣が、文化財新たに登録されたということを受けまして、再び今回臨港閣での開催する運びとなりました。で、今までは実は秋にずっと開催していたんですけれども、今回先ほど市長の方からもお話がありましたディスネーションキャンペーンが4月から6月になるということを受けまして、初めての春開催ということになっております。今回、今お二人来ていただいているんですけれども、4月に開催したイベント、群馬かわいいプロジェクトさんのイベントが、文化庁のビヨンド2020にも認証されております群馬かわいいプロジェクトの若井さんと、市内でリサイクル着物店を営むムニさんの方から、このイベントの中でご協力いただく内容につきましてご説明いただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。群馬かわいいプロジェクトの代表しております若井ひろ子と申します。よろしくお願いいたします。東京2020に向けて、群馬からかわいい文化を発信しようというのがコンセプトで、先月4月ですね、元気21の方で TKC 群馬かわいいカルチャーというイベント名で、それが第3回目の開催となりました。先ほど藤田さんの方からお話がありましたように、文化庁が推進する文化事業として、ビヨンド2020に認証されました。群馬にちなんだ
かわいいもの、群馬にちなんだものや、かわいいものやことなどをぎゅっと集めた販売やワークショップで年齢問わず楽しんでいただけると思っております。で、今回は和のこと遊びさんとコラボという形となり、和のテイストも特別に盛り込んだ2日間となるべく準備をしております。そしてこの群馬かわいいプロジェクトを運営していて、感じること、私が感じることとしましては、群馬そして前橋の発信力と地元愛は全国の中でもレベルが高いと私は感じております。思わず誰かに伝えたくなる群馬のかわいいを見つけたら、皆さん一人一人がインフルエンサーとなって、ぜひ群馬を国内外に発信してほしいと思っております。先ほど私の方で申し上げました発信力と地元愛というところなんですけれども、前回ビヨンド2020に認証されまして、文化庁のホームページに載った時にですね、全国から認証されたイベントが数多く掲載されるんですけれども、週間アクセスランキングというのがありまして、皆さんにSNS で呼びかけたところ、4日で全国1位になりました。で、開催までずっと1位をキープできたので、そこから私が感じたことになります。以上になります。はい、皆さんこんにちは。私は前橋市荒牧町で着物のリサイクル店を夫婦で営んでおります、高山佳代と申します。こちらの和のこと遊びに関しましては、今回は、着付け体験の着物を提供と、あと、アンティーク着物市というのを、県内外の着物店5店舗で開催させていただきます。この着付け体験なんですけれども、その中のレンタル着物につきましても、群馬にゆかりの深い名船や、レトロな前橋市を、イメージしたレトロな着物のコーディネートで、5回目となる今回も大変好評をいただいています。そして、アンティーク着物市につきましても、普段着物になかなかやはり関わりがない若い方々が気軽に見ていただける機会として、前橋市の、昨年は元気プラザ21で開催したんですけれども、なかなかそのイベントを存じ上げない方にも、立ち寄っていただいたりして、その着物に普段縁のない方がこう見ていただけるような機会になっているので、ラインナップもこう皆さんに気軽に、見ていただけるようなものになっております。また、着物を着物として、着用するだけではなくて、群馬県にゆかりの深い伊勢崎銘仙ですとかを、こういったがま口なんですけれども、こういったものにして着物を着ない方ですとか、あとは男性とかこういう華やかな着物にあまり着用するのに抵抗がある方にも、こういったものを持つことによって、群馬のこう群馬にはこういうものがあって、こういったこう絹と銘仙とかそういったので発展してきたっていうのを、こう身近に感じていただけるかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。みんなありがとう。こうやってね、若井さんや高井さんみたいな若者が特にそういう新しい文化の発信に向かって取り組んでくださっていることを期待しておりますし、また着物みたいな文化についてね、若者がチャレンジしているっていうのは、前橋らしいなと、感じているところで、あります。そういう意味でどうぞ報道各部におかれましては、和のこと遊び、そして、可愛い文化の発信、よろしくお願いします。さあ、次も若者のチャレンジです。さあ、今回持ちましょうか。マイドリームアワード in 前橋2019プレイベントということで、開催をいたします。これはもう前橋3回目でございますかね、4回目か2回目。コカ・コーラのボトリングのアタランタからわざわざ外国の人が来たのはもう随分前でしたね。
ね、それ以来またコカ・コーラにお世話になるということでありがとうございます。まあ、前橋ばかりこうやって取り組んでいただけて本当に恐縮でございますけれども、今回マイドリームアワード、これは若者たちが自分の夢を、発信して、それをみんなで応援するような企画だろうと思っています。担当しておられるのが小高さんです。でコカ・コーラの方も来ておられて、はい、私よりも詳細のお話をさせていただきたいと思います。ではお願いいたします。ご紹介に授かりました、特定非営利活動法人ネクストジェネレーション理事長の小高光大と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく特定非営利活動法人ネクストジェネレーション副理事長の剣持しおりと申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに今週末に開催するプレイベントについてご紹介させていただきます。本イベントのプレ開催といたしまして、今週末19日日曜日午後1時より欅ウォーク前橋1階の欅コートにて夢に向かう若者を応援するイベントを開催いたします。ステージでは市立前橋高校による書道パフォーマンスにより始まり、高校生大学生による夢についてのプレゼンテーションやトークセッションなどを行います。そしてスペシャルゲストといたしまして、日本代表選手のご経験があるコカ・コーラレッドスパークスラグビー部の桑鶴優作選手、グランドホッケーの宇田葉月選手のお二方が夢に向けてのアドバイスや競技の実演、握手会などの交流を通じ夢に向かう若者を応援します。桑鶴選手は7人制日本代表で2014年アジア大会優勝、2016年リオデジャネイロオリンピックに日本代表主将として出場、4位入賞されています。湯田選手は日本代表として2014年にワールドカップ出場、2016年リオデジャネイロオリンピックに出場されています。さらに来場者それぞれの夢を表現するドリームツリーや、若者に社会との関わりを作ってもらうために市民活動支援センター M サポによるボランティア相談会などを実施いたします。また5月19日日曜日プレイベント開催日よりアワードの発表者の受付を開始いたします。続いて私の方から、アワードであったりとか、セミナーの話をさせていただきます。資料の2の括弧2のほどになります。今年度、昨年度に引き続き2回目の開催となります。アワードでは、若者が夢について、自分の夢であったりとか、こんなことしたいとか、そういった様々な夢をですね、自由に募集し、アワード、コンテストを行います。ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージと3つの、段階を設けていまして、今年度は9月の16日、月曜日祝日ですねに、前橋の、中央公民館の方で、開催させていただきます。またですね、そのアワードに先駆けまして、8月に、10日と11日の2日間ですね、セミナーということで、学識経験者や有識者、また、大学生などのですね、若者に同士のですね、交流などを含まえて、将来について考える、ワークショップを開催させていただきます。また今年度新たな取り組みといたしまして、ドリームリレーということで、6月、7月あたりからですね、夢について追いかけている若者であったりとか、25歳以下ぐらいの方でですね、をフォーカスして、SNS であったりとか、ホームページの方に掲載して、ドリームリレーと題しまして行わせていただきます。続いて、そのアワードについてのですね、募集要項を簡単にご説明させていただきます。お手元の資料の方にあるかと思いますが、募集の内容になりますが、将来成し遂げたいことや達成したいことなど自分が思い描いている夢をですね、広く募集します。
で、この夢なんですが、社会貢献であったりとか職業とか働き方とか特に縛りを設けるわけではなくですね、自由に、募集いたします。そして、先ほど申しましたように、審査を通過された、方上位5名がですね、9月16日月曜日祝日にですねファイナルステージということで、KBIX 元気21、前橋一応公民館の3階のホールで発表する形になっています。そして審査基準になりますが、夢に向けてのプランが考えられているか、自分を生かせる夢になっているか、発表に対しての思いなどの観点から、審査をさせていただきます。応募資格は25歳以下の学生もしくは社会人、中学生も可ということで昨年度も、中学生の応募もありました。そして、応募は無料になっておりまして、応募の方法は、それぞれですね、A4 2枚以内で自由に、記述していただいて、それを、当団体の、ホームページの方からアップロードしていただく形になっております。そもそも、まあ、この、マイドリームアワード銀前橋なんですが、若者が、群馬を離れてしまうということをにフォーカスした事業になっています。一見ですね、若者の群馬離れとは、関係ないように思われるのですが、まあ、自分たち の, その若者とか、まあ、セミナーなんかをやって若者に何で東京に行くかということを聞くとどうしても、まあ、何も考えてないからそのまま流されるままに東京に行ってしまうんだなんていうことを、よく耳にします。ですからこういったですね、まあ、群馬にいるうちに、中学生高校生のうちにですね、群馬との関わり前橋の関わりを作ることによって、その後もまた群馬に戻ってきたりだとか、につながっていけばいいのかなと思っています。実はですね自分も、今年の4月から、神奈川の方の大学に進学しておりまして、今1ヶ月少々ですね、神奈川の方で生活をしているんですが、群馬が恋しくてしょうがないんですね。毎週週末になると戻ってきたりしています。でもそれはなぜかって思うとやっぱり自分が今までここ前橋で4年間ほどですね様々な活動をしてきてその人脈だったりとか、まあ、この雰囲気が好きだったりとか、そういったことがあるのかなと思っています。なので、まあ、この事業でですね、より多くの若者が、群馬、前橋とですね、関わりを持って、まあ、大学等で、東京等に出てしまうのは仕方ないかと思いますが、その後また群馬に戻ってきて何かやろうというふうに思ってもらえればいいなと思っております。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、若者が若者の夢を、まあ、発信するお手伝いをする、まあ、そこに、まあ、大人たち、コカ・コーラさんやあるいは前橋における市民活動支援センターの大人たちが応援していく、まあ、そんなようなメッセージだと思っております。まあ、私どもの方からの本日用意したの案件は以上でございますが、相変わらずシネマ前橋からの、あ、それは最後でしたね。はい、それでは案件は以上でございます。これより質疑に入ります。毎日新聞の菊池さんに進行をお願いいたします。はい、すいません、よろしくお願いします。毎日新聞の菊池と申します。じゃあすいません、幹事社から案件についての、ご質問をさせていただきます。まず最初に和の子と遊び群馬かわいいプロジェクトについてお伺いしたいんですけれども、例年の来場者っていうのはどれくらいいらっしゃってるんですかね。定員を設けておりまして、大体30名から今までですと60名だったんですが、毎回定員に達しております。で、場所の来場者につきましては、大体まあそんなに多くないですけど、1000人前後ではないかなというふうに思います。はい、すみません、重ねて質問させていただくんですけれども、今回のこのワークショップなどでこう新たに今年から始められたこう取り組みなどがありましたら教えていただきたいです。はい、今回ですね、コラボレーションという形で、開催させていただくことが初めてという点と、まあ、春の開催というのが初めてになりまして、なのでちょっと季節的なもので少し着物とかも変わってくるのかなというふうに思います。で、取り組みとしてはですね、これは今回が初めてということではないんですが、前回前橋プラザ元気21で
開催させていただいたのに引き続き、お子様向けのプログラムっていうのを会場の中でご用意させていただいています。昔の遊びに親しんでいただいたりというような形の取り組みを今回も会場の中で入れさせていただいています。ごめんなさい、ちょっとすでにお話しいただいたことで重複しているかと思うんですけれども、はい、コラボレーションというのはこれいくつかされてますか？そうですね、今回、その和のことプロジェクトさんとコラボレーションという形で、うちの教会で、募るという形ではなくて、和解さんの方とかにご協力をいただいて、和解さんですとか、高山さんの方に参加者を募っていただくという形で、それぞれの、チームと合同でやらせていただくという形で、はい、分かりました。すいません、ありがとうございます。すみません。次に、マイドリームアワードの案件についてご質問させていただきたいんですけれども、すみません。これは、そもそも開催は今年で何回目ですかね。このイベントの開催は2回目になります。はい、ただですね、プレイベントを開催するのは今年度が初めてになります。わかりました。すいません、恐縮なんですけれども、今回主催されていらっしゃるネクストジェネレーションさんの団体自体がちょっとよくわからなくて、普段どういったご活動をされてますかね。すいません。私たちの団体は、ビジョン的に掲げているのが、課題解決能力を身につけた若者の創出というところにフォーカスをしてやっていまして、主な事業といたしまして、貧困家庭だったりとか一人親家庭の学習会の開催であったりとか、中学生高校生向けのライフプランニングセミナーの開催だったりとか、あとは今回のこのドリームアワードというのも、自分たちの若者が夢を発表するっていうのも、一つの、事業の軸となっています。貧困家庭の学習会っていうのは、子ども向けにサポートしていくということだったり。そうですね、私たちの団体が高校生大学生でのメンバーで構成されていまして、今現在100人ほどスタッフがいるんですが、そのスタッフが小学生中学生に勉強を教えていると。ただ、最初に申し上げましたように、その課題解決能力を身につけた人材を創出したいというところがビジョンにありますので、単に勉強を教えるんじゃなくて、思考力を取ったり、問う問題を出したりだとか、そのコミュニケーションの取り方だったりとか、そういったところも含めて、学習支援の中で、指導というか教えさせていただいております。分かりました。すみません、今回のイベントの開催の経緯としましては、若者の群馬離れを防ごうという取り組みの一環ということですかね。はい、昨年度から、実施していまして、そういった趣旨でですね、開催をしております。分かりました。で、コカ・コーラとのコラボレーションっていうのは今回は初ですか？これがですね、コカ・コーラさんとの、コラボレーションが、3回目になります。ドリームアワード自体は2回しか開催しないんですが、その前の年にですね、別の事業を行っているので、前橋と、東方人とココラの3社での事業は3回目になります。分かりました。はい、すみません、ありがとうございます。その他各社からご質問等ありますか？それでは私の方から、シネマ前橋です。ボヘミアンラブソディ見てきました。やっぱりスクリーンで見ると違いますね。とっても素敵な映画だったので、ぜひ。でその時に、告示宣伝でナポリの隣人っていうのもこれ見たいなと感じたところです。ぜひ皆さんで前橋にこういうシネマが見れるところがあるということだけ、
ご報告しておきたいなと言って、いつもご報告させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、いろいろな事件、事故があって、最近では大津市も大変だなと思いますけれども、なんて言ったらいいんでしょうかね、どこにどういう事故が起きるかわからない、世の中になりました。まあ、そういう意味で、前橋市として、まあ、きちんと交通対策、今局長と一緒に練り合わそうよというところで報告をあったところでございます。まあ、今日は私からは以上でございます。また案件外の質問であればお願いいたします。誠に恐縮で手短にしますけど、その市内のこう自治会の連合会がですね、大名旅行みたいなことをしてまして、そこに今その市の職員が2人同行してましてですね、これ私が間違いない取材で相手も認めてるんですけど、あの市の職員のは一部払ってるんですけど、まあ十数万円か十数万円ぐらいですね、2人分を市民の自治会費からその市の職員の分まで出してたりするんですけど、こういう旅行に市の職員が同行するというのはいかがなものかなと思うんですけど。まあ、一時ね、加賀世帯、加民世帯でいろいろ言われましたけども、私はやっぱり民とはいえ行政のパートナーとして、僕は自治会を、市は市全体ですけど、自治会はそれぞれ のエリアの住民のための自治のサービスを行う機関だと、対等なパートナーだと言っております。まあ、その中で自治会の方々が研修に行かれるときに、まあ、一緒にこの研修の行く先々のさまざまなことを、まあ、教育化するために、まあ、職員が同行するというのは、まあ、私自身はあり得ることだろうと思っていますし、またむしろそういうところに地域の方々と、あるいはいろいろな課題を持っている方々と一緒になって同じものを見るっていうのは必要なことだろうと考えております。ただ新聞報道を見まして、あ、いいんですか、なんか同じものを見るんだけど宴会とかしてるんですけど大丈夫ですかね、その旅行の中 で、まあ、社会参加費の中では一定の会食っていうのも我々はその使徒として認めておるところでございますので、それだけど市民のお金で飲み食いしてるわけですよ、市の職員が自治会費で、市民が払った自治会費で補填してもらったお金で飲み食いしてるわけですよ。まあ、我々はその中身はよく存じておりませんけれども、市民課長部長さんにもお尋ねしても、要請書、それぞれの自治会、前橋には多分、15の市民サービスセンターがあります。市長だとかそういう市としての出先、市としての出先がそれぞれの自治会、自治を行っている組織を応援する機能を持っておいております。その自治会15の、ま、組織ごとに、研修を行ったり、あるいは懇談を行ったりというケースは我々としてもあるという前提で聞いております。その一つの事例だろうとは思っております。だからそれを言いますと、全部の地域で同じようなことが行われているものだろうと考えております。恐縮です、手短にしたいんですけど、もう一度重要なところを確認しますけど、市の職員2人が飲み食いしたり、その旅行したり温泉泊まったりしたお金は自分たちのお金でも一部入ってるんだけど、それを上回って自治会費から出たんですよ。それは市民のお金じゃないですか。それで市の職員2人が飲み食いしてもいいんですか。その市のお金じゃなくて、もしくは自分のお金じゃなくて、それを僕聞いてるんですけど。まあ、自治会っていうのは自治組織ですから、自治組織が自治の分担金をお寄せいただいた中でさまざまな活動をしている、それは同じ認識でございますよね。その中で、まあ、お呼ばれして一緒に研修しようよということであるのでしょうから、その金額の高ということというよりも、目的とすれば一緒になって地域と市民還元に向かっていくんだろうと考えております。あとこれで最後にしますけど、はい、まあ、自治会費の中にもその市のとともに市は補助金出してますね、自治会に、たくさん一括交付金とか、そういうお金がいろんな自治会費でこう例えば今回の旅行のように使われたりね、今回の場合は主催者は否定してるんですけど、まあ、さっきのまあセクハラの
ことと相まってあんまり口が滑るとまずいんだけど、深い闇がやっぱりあると思うんで、いろいろお調べはいただいてるんですよね。ある15のサービスセンターごとに行っている行事、それぞれに市の職員が参加していることは確認しております。その中で参加に対する応分の負担金を払っているということも確認しております。先ほど記者がおっしゃられるような、我々の補助金は一括交付金という名裁量権の高いもので出してはおりますけれども、我々の交付メニューというのは様々な社会活動、高齢者の生き生きサロン、あるいは見守り、あるいは環境、それぞれをメニューごとを積みまして、その中でそれぞれの自治の立場で優先度をつけながらおやりくださいということでございますから、我々の目的以外のことには使えておりません。まあ、そういう意味で我々から交付したお金が使われたのではなく、あくまでも自治の分担金の中での研修だろうと考えております。はい、よろしくお願いいたします。他にございますか？他にありますか？はい、よろしいですか？先ほど申し上げたように、とにかく交通事故です。どんなに防いでも人が運転している以上、それなりに事故が多くは僕は避けられないと思います。事故が起きた時に被害を食い止められるのは、やはり全体的な車両のスピードを下げてくることではないかと思います。まあ、高校生にヘルメットをつけているという、今前橋市立高校も昨年の悲しい出来事以来そういう取り組みもしておりますけれども、まずは一番道路上を占有している一番強い人間、自動車こそスピードを緩めている、まあ、そういう動きを少し前橋は創生して取り組んでいきたいなと考えているところでございます。以上申し上げ、会見としてのお時間は終了させていただきます。